野茂やな。野球ご存じなんですか。野茂よく似てるよく似てる、どういうことですか。この前環状線乗ってたんですけども、乗ってる時に高校生の女の子が降りようとした時に、ぐわーって風が舞い上がって、スカートがぶわーってめぐれてしまったんですよ。で、おごっついラッキーやなーって。ごっついラッキーやなーって思うよなー。エリコさんは、コンサートとか、ありますけども、そういう時にカメラ小僧って言いますよね、ここから狙ってる。そういうなんか嫌な経験とかあったら教えてください。ありますね、そうですか。今日冬だから喜んでる。コンサートの時はカメラさんは入らないと思うんですよ、小僧さんはね。あ、どうだ。電磁暴行やないか。コンサートにコンマスが来てる場合ないよ、そんなの。そういういわゆるなんていうのかな、カメラ構造って言われる人たちはあまりカメラを持てない、多分チェックされちゃうんじゃないかと思うんですけど、ね、ただあの雑誌の記者の方とかは前にいますけど、でもね、そういうんじゃなくて外でステージとか、野外ステージとかの時にファンの方でカメラをこう狙われてる時とかもあるんですね、で最初あんまりそういうの私結構気づかなかったんですよ、で普通にしてたんですけれども、その1ヶ月か2ヶ月後ぐらいに雑誌が出るんですけど、そういう雑誌にね出た時はすっごいショックでした、ね、あの隠し撮りみたいなことしたやつ、雑誌もう投稿するんですね、あれね、そう投稿したって、ね、パンツ丸見えなんですよ。嘘、そんなことどこで売ってるの。結構前のやつ、結構前のでもいい。それで、もうすごいショックでしたね、それは。うわー、やられたなと思って。もう見事に撮られてるんですか、もう。ま、いや、あのね、こう、もう、ボーイが入ってるやつとか、そんなのもない。あれ、男はやっぱり田村英子さんのスカートがめくれるのが、やっぱり見たいっていうのは、さあ、それはもう正直なこと言わせていただくと、本当に見たいですよ。あ、でもね、今でもめくりたい気持ち抑えてるんですから、私、そんなの。終わってから、うちの、やってるから、もう。やらないですよ。やらない。そんな気ないくせに。例えばの話をしたんですよ、僕は。はい。はい。